あのどうした天君。私は踊ってるんだ。あ、なんだそれ。パーキンソン病にかかっています。何します？ハイボールと、もつ煮ください。はい、ハイボールともつ煮入ったよ。おい、ありがとうございます。ここ初めて。はい、キャッシュオンスタイルね。私、馬場と申します。馬場さんは何、この辺に住んでんの？いえ、この辺初めてでして、最近なんかこの辺の噂をチラッと聞いたもんで。噂だけ？ここめっちゃいいっしょ。ねえ、俺ね、学生時代から住み続けて、かれこれ25年になるけど、こっから一度も離れらんなくて。そんな住んでるんですか？うまい、これ。あ、
ありがとうございます。他もうまいんだよ。ああママの味ね。へえ、じゃあ砂肝と。じゃあ私と同い年。うん、学生時代からずっと役者人生。それだけじゃもちろん食えねえからバイト3つ掛け持ちしてんだよ。今日もこれからバイトあるんですよね。てっぺんからビルの警備員、朝帰ってきて明日は昼からマック。さすがに酒飲んだ直後は警備できねえからこれから少し仮眠するけどな。てっぺんって何すか。え、夜の12時のことだよ。お宅の業界じゃ言わない。ああ、初めて聞きました。あ、そっか、そんな時間に仕事してねえもんな。いや、そんなことやってたらもう完全会社アウトですよ。ひろきさんみたいな人が私初めて会った。あ、そう。高円寺じゃワンサがいるけどね。俺みたいにバイトずっと続けてるダメなおっさん。いや、その年になるまで就職したことないなんてありえないっすよ。ババさん、今の仕事楽しいの。楽しいわけないじゃないですか。何言ってんですか。俺は楽しいよ。何が起きるか毎日分かんねえし。それ負け惜しみでしょ。バイトしかやったことないやつ。あんたさ、何のために仕事してんの。金稼ぐために決まってんじゃねえか。俺には家族がいるんだよ。あんたみたいな気楽な独身じゃねえんだよ。ああ、ちょっとちょっと前の、うるさい、黙ってる。それじゃお前奴隷と一緒じゃろうが。就職すらしたことねえお前に何が分かるっつんだよ。わしが何か間違うとかって言うたんか。はい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 、言ってみ。今日はそこまでよ。はい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 、おしまいおしまいおしまい。またまたまたゆっくり。なんだよ、落ち着いて。話なん、はいはい、はい、今日はもうおしまいね。はい、ありがとうございます。忘れ物ね。はいはい、ひろきさん一週間できんだかんね。分かってるよ。喧嘩しないよ。はい、ありがとうございました。やらねえよ。お前が何の仕事してるか知らねえけど、自分の人生生きてないやつなんてつまらねえ台本無理くりやらされてる芝居のようなもんだぞ。いらっしゃいませ。こちらどうぞ。お客様こちら初めてで。ああ、まあ。高円寺にお住まいですか。いや、実は初めてで。不思議な街じゃない。高円寺はミュージシャンや作家さんが多いんですよ。こちらにあるポスターや作品も常連さんなんですよ。ところで何を飲まれますか。うん、じゃあウイスキーロックで。あ、はい、こちらどうぞ。失礼ですけど、お客様普段どんなお仕事をされてるんですか。写真家さんですか。お客様、もしかして森川中道さんですか。え、あの森川中道さんなの。誰なの。メディアに一切顔出ししてない有名なプロカメラマンさん。あなたがかの有名な森川先生。お会いできて光栄です。先生、ご体調でも悪いんですか。いや、職業病でね、シャッターを押し続けてると筋肉が痙攣するんですよ。あ、なるほど。先生、実は私、こういうものです。先生の作品をかねがね拝見して、いつかご挨拶できたらと思っていたところでした。いやー、こんなところで巡り合えるなんて。先生、お名刺いただけますか。私、名刺作ったことないもんね。私、実は駆け出しのデザイナーなんです。もしよろしければ、先生の大ファンなのでお名刺作らせていただけませんか。もちろん、ただで。うん、まあ、いいよ。本当です。
やった。あの先生はなかなか取材を受けいただけないと伺っているのですが、ぜひ私ども芸術秘宝という雑誌で取材をさせていただくことはできませんでしょうか。あの謝礼は少なくて申し訳ないんですが、通常は3万円なのですが、私が大ファンということもあって今回はこれで。いいよ、気に入った、いいよ。本当ですか。では LINE か携帯番号を。どう、明日こっちから電話します。ありがとうございます。あの先生、私来月結婚するんですけど、もしよかったら前撮り撮っていただくことってできませんか。ちょっとそれは失礼ですよ。とっても忙しい先生なんですから。いいですよ、これもご縁だから。やった、いいなぁ。私も早くいい人見つけたいなぁ。あの彼さん。そうなんです。先生ありがとうございます。あ、じゃあお帰りください。バイバイ。パーキンソン病にかかっています。私は踊ってるんだ。こうちゃんはいつパーキンソン病を発症したの。はい、神野です。大変申し訳ございません。私の希望するものを作ってくれなければ困る。そんな大切な情報をどうして私にあげてこないんだ。自分をさらけ出すことだな。ご飯は？来てきた。またちょっと大丈夫？先生やっぱ無理です。諦めたら終わりだぞ。そして翼を羽ばたかせてください。娘さんは K-POP ダンスをやってるんですよね。先生、これがやりたいです。